The wheel of fate is turning. Rebel one. Action. Counter. The wheel of fate is turning. Rebel one. Action.
wheel of fate is turning. Rebel one. Action. よく今まで生き残った。Rebel 2 Action! クラエウェンパニッシュ、クラエ受けてみよう、クラエ行くぞ、アトレットフォルダー、アトレットフォルダー、どうだ、ガジェットフィンガー、避けたぞ、アトレットフォルダー、ガキラボン、ハトレットフォルダー、ハトレットフォルダー、ダンショーベストThe wheel of fate is turning. Rebel 1. Action. Rebel 2 Action! Red Panic! 受けてみよう、クライ Counter! そこです、そこです、受けてみよう、カウンター、どうですか、押し切って、クライスキル、そこだ、連弾、クライバトル、これだ、Red Panic!ギガンティックティガー、ドライバー、ガジェットフィンガー、ワンセット、エレジー、エメラルドティガー、申し訳ありません、想定の範囲。今日はなんだかんだで結構いっぱいもらってて、今、佐久間さんとゼルさんで、次は、水高さんとシュワちゃんで、その次が
佐久間さんと坂上さんですね。ちょっと終点が若干怪しくなってくる可能性はありますが、予定ではおそらく11時過ぎぐらいまでは配信続きますんでね、お時間ある方はぜひ今つけながらでも、お正月にね、お家でね、こういうの見ながらね、僕もゆっくりしたかったな。さあ、あ、それが通って、これは身内戦になるんですかね。ちょっと僕もよく分かってないんですが、佐久間さんどこの方なのかちょっと知らないんですけれども、おっと、さあ、これは対空ずらしをされてしまう。来る、打っていく、なるほど。さあ、ゴディを振ったところ、そう、これは空振っている。さあ、ミサゴを出したか、ダブルカウンター。これだ、さあ、ガジェ締めにしていく、バックで。さあ、ラップキャンケダンガードして、これはかくってしまったか。アクティブフローなのに OD でやる。あとダメ、5800とかでした、5700、なるほど。 OD があるときやはり気をつけたいですよね。振りの大きい技を振ってしまうとリスキーなので、細かく固めていきたいところを。さあ、コンミスですが、こういうリレー取っていく。ゲダンカード、ああいう、でもなんかコマ投げ行ったときに上霊に対してあんまりリスクがないのは結構なんかいいですよね。今までなんだよこのキャラと思ってたけど、そういうつもりで手側が出してるんだったら偉いですよね。いやー、明日までしょうがないな。いやー、ナインは難しいよね。つかレリウス結構きつい気がするんだよな。まあ、あの対空は間違ってるなっていうのはちょっと思った。うん、そうそう、護衛がいいね。しゃがみし振っちゃうと技が隠るから、相手側の護衛して2回目のワープに対しては別に振りの長い技出してもいいんだけど、1回目でやっちゃうと確かにあれ強そうだった。うん、うん、そうね、リーレンダー、とりあえず今のところはね。結構その中距離がさ、しんどいじゃん。うん、あれ 5B が強いから結構今回は前と比べていけないことはないよみたいな気がするんだけど、レルスって 5B 簡単した時が寒いから、まあ前と比べて強いともあるよねみたいな。ただそれが内戦はあんまりならないからちょっと大変。まあ中距離でおそらく技を出しちゃいけないっぽいよね。うん、あ、そうね、そうね。まあ、ただ、ああいうとこで自分から飛ばなくてもいいのかなっていう気はちょっとするのかな、俺は。そうね。で、飛んできたらあのキャラ、飛びの軌道がどうしてもさ、ね、ふわっとして、なおかつ、どうせワープするからさ、ワープ見てから立ち絵を置いて、西置いてっていう感じで、ターン取ればいいのかなっていう気はしたかな。難しいよね。俺はちなみにリリースで路線の何にすら負けたからいやー、デリス無理だわって弾まつかったからねおお、すごい暴れ、フードラ暴れ、まあ、直ってましたからね。そうね、うん、あ、そうね、やっぱサディさんがよく画面見てるよね。うん、歩いたとこでちゃんと技を置いてるから同じ結果になるとは限らんだうまいなとは思った、やっぱ、うん、ロセルとは違えな。うん、あ、でも今回さ、橋のセットプレーかなりはめられそうだよね。あれさ、そう、下げてたし、しかもなんか嫁も帰らない、ヒット判定にならないからラピアンできないから、あれ技かくるよね。ゴミ簡単なはず。そうそう、かなり美味しいよね。そうね、あとはトゥース重ねて前飛びしない。うん、そう、前ステー取っちゃうときはめんどくさいから、あの前ステーの1回目に対して2円置いて2回目見たら、あの 5B に変えれば両方取れるはず。
ただその2回目で上に行く可能性あるからちょっと話がややこしいんだけど、まあ両対応したかったら護衛とかに変えた方がいいね。2位護衛、おそらくね、俺も試したわけないからあれだけど、まあ、トゥース重ねたら絶対前線だからさ、抜けるにはとりあえず下で様子見てればいいよね。ちゃんと重ねてたら勝手に前線潰すし、重ねてなくても潰せるしとは思った。そうね、難しいよね。さあ画面の方はこの組み合わせ手が押すんですかね、どうしても。さあこういうことになりがち。これはかくったのかな、ワンチャンかくったかもしれんか。まあ、でもこれ手がは家当たった時はそんなに状況が良くないから優しいよね、ちょっとね。まあ、そこでね、オフゼム取れちゃったらさすがにね、やばいからね。日本気を起こっていく佐久間さん。昨日は立川さんランバートやってたんだけど、生放送最近ねあったんだけどさ、コレルさんが準決勝ゴロさんの誠で2ラウンド目、まあ先手取られて最初の大きな目前転したの、横パンで潰されて、まあまあまあしょうがないよね。もう一回前転したの、まあ、バカかこいつはと思って2回前転しましたけど、なんですかまた小判で潰されて、なるほどな、ごめん、死にました、死んできました。死んでやばいやばいよねまだね、以前はね、結構ね、そう体力減ってからがね、本番だからね。そうそうそう、アストレアも大概だけどさ、やっぱさ、あれ、そう、OD 強いよね、あのキャラね。そーっと、勝利を使ってワープ出るのはさすがにね、アフェアですよ、アフェア。後ろにいるからね。マジでやばいよ、あれ、バージル超えてる可能性あるね、火力以外は。うん、やばい。アルカペってほしいよね。マジで使ってほしいよね。あ、なるほど、同じキャラじゃんみたいな、もう。そうね。そう。結構ね、ただ集中してるときは王子もね、ちゃんとやってるんでね。そう、でメリハリがつけばなんか強そうなんだけど、今もね、今もなんだかんだで勝つからね、文字はね。さあこれはビンスレイに対してしっかり緊急復帰。やっぱ元気さ、今回は元気さが結構テーマだから。おっとあのゲーム全体僕も相当キャラ元気になって、あ、元気だなこいつはなって、あがけーみたいな、元気にいきたいよね。やっぱ大和田ライブみたいな、ワンちゃんこの装填陣当たったら勝てるしみたいな装填陣出ますからね、マジで。さあ、おお、空中投げ。これは身内読みになってるのかな、ちょっと分かりませんか。グレパッシュ、いやだってあれさ、判定出ながらさ2段ジャンプじゃん、割と出しておくでは相当やばいよね。俺テレビでさ、ジャンクタイプ取りに行ったらさ、グレズバーンってうーとか言ってたからね、マジかみたいな。あれは結構やばい、あんまりやりたくないだからテレビで。有利な気はするが、うまいっすね。なるほどね、ああいう 6A でうおーちょっと走ったら前からビー玉飛んできて吹っ飛んだみたいな。まだまだルーキーだな。さあ、キチ。見てますね。さあ、これは勝利をケアした、リセットに行く。
ほら、ジャンシー。おっと、おっと、おっと、おーおー、空振りから。空振りから普通に、あっ。さあ、いろいろある。さあ、作家さんはオーディが溜まって。サンシー、サンシーで上で潰せるのか。オーディ暴れ。ああ、当たっていたせいで。これはアンラッキー。ゼルさんがまずリーチ。一流の選手と戦えて、私は嬉しいぞ。さすがはあの黒騎士神楽の側近だ。次に戦うことがあれば、同じ結果になるとは限らんな。